つて世界は戦いの絶えない戦国時代だった。一国一里というシステムはまだなく、忍びの組織は一族単位の武装集団でしかなかった。戦乱の世で物を言うのは力。ウチハ一族はズムケダチャクラとシャリンガンを有した戦闘一族として各国に知れ渡っていった。そしてウチハと双璧をなす最強と呼ばれた森の千獣一族、その多さで忍び世界の頂点と言われた千獣柱間。ウチハと千獣、二つの一族は幾度となく戦った。しかし果てることのない戦いの末に待つものは一族の滅亡。そう考えたウチハと千獣一族は対立の立場から一転、手を取り合い新たな組織を作り上げた。それが後の木ノ葉隠れの里となった。だが所詮ウチハと千獣は水と油、交わることなどできはしない。それが分からぬ連中に裏切られたウチハマダラは里を抜けた。そしてマダラは復讐者となり、木ノ葉隠れの里に戦いを挑んだ。互いの意志をかけた新天道地の死闘は終末へと行き着き、
そしてマダラは。柱間に破れた。ウチハマダラは破れた。だが戦いは終わってはいない。これは新たなる戦いへの火蓋にしか過ぎんのだ。ウチハマダラが望みのために、暁の名のもと最強の忍びはここに集った。暁の目的、それは膨大なチャクラを要する美獣の収集。それぞれの猛者は狩りへと走り、そして当然のように戦果を上げていった。暁の一人、起爆粘土を操るデイダラも、一尾主角の人中力、砂漠のガーラを標的に定め、砂塵の遥か先に構える里砂隠れを強襲。自らの芸術をもって風影に挑んだ。お前が風影ガーラね。この里は俺が守る。お前たちの思い通りに行くと思うな。なかなか楽しめそうじゃねえか。うん。戦闘開始。さて、これから楽しい場所へ連れてってやるぜ、風影。デイザラの起爆粘土は風影を翻弄し、結果
一尾の捕獲に成功する。しかしこの一件は砂の同盟国である木の葉の忍びたちを呼び寄せるに至った。始末役として立ったのは赤砂のサソリ。対峙するは木の葉の黒市、春の桜とサソリの祖母である千代の二人。開墾、覚悟、そして空虚、さまざまな思惑が交錯する中、サソリは静かに巻物を取り出すのだった。喜べ、この三代目風影で貴様らを葬ってやる。こいつは。さくら、恐れるな。このわしがおる。さあ、せいぜい俺を楽しませてみろ。戦闘開始。たまる。攻めてくれ。簡単じゃ。くだらねえな。退屈しのぎにも